はい、多分風チャンネルのルーリオです。お久しぶりですかね。なんかちょくちょく動画は上げてたりするので、そこまでこうお久しぶり感はないかもしれないんですけど、まあ LAAT のあの怒涛のね、あの生配信とか動画更新とかを鑑みるとですね、今はちょっとお久しぶりなのかなということで、お久しぶりです。本日録音してるのが2月24日、なんか23日が祝日で、土日祝休みの仕事をしてるので、なんか変なあのリズムなんですけども、あの今日もゆっくりお話ししていきたいなと思いますので、まあ風さんの話中心にしていきたいなと思っておりますので、ぜひ、皆さんよろしくお願いします。多分風ラジオ。はい、というわけで、本日が2月24日で、2日前かな、水曜日にですね、藤井風さんの LAAT とか、まあ、ラサグッズかな、ラサグッズの在庫の残ってるものの、アンコール通販がありましたが、皆さんいかがだったでしょうか。あのツアー行けてない人とか、まあ、ツアー行ってグッズたくさん買ったけども、あの買いそびれたなみたいな気持ちになった人とかは参加というか購入されたんじゃないでしょうか。僕もね、ちょっと2月22日のその、グッズ販売があった日はちょっと外に出かけておってですね、まあいっかとか思ってたんですけど、この撮影する前に、あ、そういえばグッズの売れ行きどんな感じなんかなと思って、あの藤井風さんの藤井風アプリからですね、グッズのね売れ行きというかを見てたんですよ。いや別になんて言うんですかあの風さん最後の人間では全くないんですけども、どれぐらい売れてんのかなっていうのがちょっと気になってですね、見に行ったらですね、結構売り切れてですね、やっぱこの辺が人気なんだなとか思いつつ、今録音時点で売れ残ってるって言い方悪いですね、在庫がたくさんある分はですね、ダメージロンティ黒、ヘンレコユニフォーム、ボーダーバスタオル、ラサトートバッグ、スマホストラップ、フレイクシールセット、LAAT ポストカードセット、ミッチャムメモリアル付箋となっております。で、僕もいやもういいやと思ってたんですよ、正直。いっぱい買わせていただいたし、もういいやと思ってたんですけど、なんかいや、なんかシール欲しいなとか、あとはミッチャム付箋、僕持ってるんですけど使えなくて、なんかもったいないから、なので使うように欲しいなとか思ってポチっちゃいましたちょっと風さんサイドの思惑にハマっちゃってる感じもしますが、まあこれがね推し活ですから、 This is the very 推し活です。これがまさに推し活ですから、まあ、推し活ってそういうものですから、まあいいかなって思いつつですね、地味にですね、納品書とかも楽しみにしつつ、まあグッズが届いたら動画かラジオかで紹介したいなとは思っておりますが、またね、ご報告させていただいたらいけたらなと思っております。で、今日はですね、なんか LAAT が終わってですね、早何週間、1週間ちょいなんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、なんかパナスタに向けて、その後ね LAT 終わった瞬間にパナスタの情報が来てですね、ちょっと一息ついたんじゃないかな、つけてるんじゃないかなと、まあ風さんサイドもですけど僕らサイドも思っております。で、僕はですね、なんかパナスタのね、ネットフリでどう見るかみたいな動画を2本出しまして、結構こう再生数も良くてですね、まあ、再生数がいいイコール皆さんのこの需要に対してこう
なんていうんですか、適切な動画が出せたなと僕は自負しておるんですけども、本当に好評でありがとうございます。まあこういった動画もね、あの出していきたいなと思ってるので、こういうゆるいラジオもそうなんですけど、かっちりした風のね、動画も出せていけたらなと思ってます。で、まあ、今後もちょっとそのパナスタネトフリについてはお話しすることがあれば動画出していきたいなと思ってるんですけど、なんかそのパナスタのライブ公開が3月10日っていうことで、そこまでね、なんかやることないんですよねなので皆さんどうお過ごしかなっていうふうに思ってて、僕はですね、あのパナスタのセトリ順にですね、風さんの音音楽をですね、曲をですね、曲目かを Spotify で並べてですね、あ、こんな感じの演出だったなっていうのを思い返すのとですね、脳内イメトレをやってるのと、あとはあの今回ね、そのパナスタネットフリ公開にあたって YouTube に公開されたダーンですね、それと以前公開されている祭りの2曲をですねリピートするっていう、まあ風ファンのテンプレみたいなことをやっておりますが、やっぱりね、祭りとかダーンとかはやっぱライブで聞くのいいですよね。本当にライブバージョンがやっぱいいなというふうに思うので、あの YouTube で聞いちゃいますね。なんかめっちゃどうでもいい話するんですけど、あの YouTube でも僕音楽聞くときあるんですよ。そういうふうに風さんの曲もそうですけど、他のアーティストの曲とか、特にねライブ映像を出してるあのアーティストのあのそのライブ映像を YouTube で見に行ったりとかするんですけど、その再生数も YouTube、 あの Spotify の再生の位置に加えてほしいんですよ。っていうのも、なんか Spotify って年末にあなたこの曲何回聴きましたみたいなランキング形式で発表されるんですよ、自分に向けてね。なのでそこのね位置カウントにしてほしいなっていうふうに思ってます、っていうしょうもない話でした。まあ、最近だと僕はあのアドさんの「オド」っていう曲のあの「たまわり」かなでやってるライブ映像とかあるんですけど、あれはねすごい、本当にあの風さんの話じゃなくて申し訳ないんですが、あれはすごいんですよなのでぜひね、あの見たことないっていう人は見てみてください。で、まあ話戻してですね、風さんのお話でいくと、パナスタちょっともう少しね、ちゃんと企画が決まったら皆様に動画でちゃんとお話ししたいなと思ってるんですけど、3月11日にですね、なんか同時視聴会的なことをしようと思っておりますので、夜ですね、ちょっと何時になるかまだ決めてないんですけど、同時視聴会っていうのはなんか皆さんのデバイスで、風さんのライブを見ながら、僕も同じタイミングで再生ボタンを押してですね、見ていこうっていう、僕がこう副音声みたいな、ちょっとあの誠に勝手ながら恐縮なんですけど、形で配信しようかなというふうに思っておりますので、ぜひ3月11日の夜ですね、開けといていただけたらなっていうふうに思ってます。で、まあちょっとあれですね、スマホ1台とかだと見るの厳しいかなというふうに思うので、ネットフリックス見る用のテレビないしはデバイスと、僕のこの YouTube の配信をですね、見れるデバイス一つずつご用意いただけたらなというふうに思っておりますので、まあちょっと詳細はおいおいお話しさせていただければいいかなというふうに思っておりますので、まあ乞うご期待というところですね、っていうところです。はい、はい、というわけでちょっと地味に人気なお便りコーナーの方に行こうと思います。お便りの方ですね、ぜひ皆さん応募というか送っていただければなというふうに思っております。メールアドレスはですね、たぶんかぜ16@gmail、概要欄にも貼っておきますが、そちらに送ってください。なんか今は別に特にお題は決めてないんですけど、パナスタまで何をして過ごすかみたいなところをですね、送っていただければいいかなっていうふうに思います。じゃあ今日は、これいこうかな。
今日いろいろな風さんのパナスタダームの配信があったり、ネットフリックスでもカバーアルバムもと盛りだくさんでしたね。これは先週の金曜日にいただいたやつかな。そのいろいろ発表があった時のやつですね。これからの、風さんも楽しみです。ふと思ったのでメールしましたが、今回のパナスタのようなお祭りなライブ、配信しても映えるライブ、かっこ海外向けな映像は、ネットフリックスにして AAHT や LAAT は円盤化にするのではないかなと思いました。日本でのツアーはどうしても海外の方は来る機会が難しかったでしょうし、ツアーに来た人が円盤を買う確率が多いでしょうから、そう思いました。どうでしょうかこの推測、いや希望かもしれませんが、ちなみに私は福井出身です。サンドーム福井は15分くらい車で移動したところに生まれました。めっちゃ近いですね。故郷で風さんを見ようか、相当悩みましたが、冬だしコロナの心配もあり、実家の家族のことを考えてやめました。リュウリュウさんが泊まったホテルもすぐ分かりましたし、グラタン食べたお店もピンときましたよ。入ったことはなかったので今度帰省したらプリン食べてみますね。何もないけど食べ物と人は優しいので、ぜひまた福井に来てくださいね。自称福井大使括弧ですね。ちなみにの方がメインな内容になってしまいましたが、お仕事しながらの YouTube 配信頑張ってください。 Netflix 加入はもう少し考えます。ペンネームまなまなさんでしたね。ありがとうございます。まずなんかね、僕一部の人たちに藤井風さんの運営の人だと思われてるかもしれないんですけど、そうじゃないんですよね。っていうのもなんか「パナスタって円盤化しないんですか？」とかめちゃめちゃお問い合わせいただくんですけど、僕に聞かないでください。いや皆さんと一緒なので僕も知らないっすって感じですね。はい、なのでまあそこは分かんないんですけど、まあこの方はそのパナスタ、まなまなさんはパナスタはネットフリで AHT とか LAAT は円盤化するんじゃないかってことだったんですけど、まあ僕はなんか全部円盤化するんじゃないかなみたいな風に思っててですね、まあ今回このパナスタに関してはネットフリックスもなのかなっていう風に勝手に思っててですね。っていうのもなんかネットフリックスの映像で、ライブ配信してる分もなんか円盤化されてるものもあるみたいなんですね、他のアーティストさんだと。なので、まあ、そのパターンの方がいいんじゃないかなっていう、ビジネス的にもなんか特別映像みたいなのをですね、特典でつけて円盤化してくれるんじゃないかなって勝手に思ってます、これも。僕はそう思ってるんですけど、まあ AHT とか LAAT とかがどうなるかはちょっと分かんないですね。でまあ福井の話ですね。福井の話でもね、もう福井の人たちもプリンね、僕大好きなプリンになりましたから、また行きたいなと思ってるんですけど、まあちょっとね雪は勘弁ってところで、雪じゃない日に行きたいなっていう風に思ってます。はい、っていうわけでまなまなさんありがとうございました。今日はちょっともう一丁行ってみようかな。もう一丁行きます。お題が初メール、タイトルかが初メールってことで、多分風ラジオ楽しませてもらってます。 LAAT 埼玉 Day1 公演前にステッカーをいただいたものです。ありがとうございます。あ、そういえばあれですね、ステッカーの第2弾作りましたので、ちょっと今週末にでも印刷の依頼をしようかなというふうに思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ルーリオさんのラサ精神にいつも感動しっぱなしです。いやいやいや、そこで、北見住みの私がルーリオさんに恩返しできることといえばロコソラーレ関連のネタだと思うので、いつかルーリオさんが北見にお越しの際は、全力でおもてなしをしたく、密かに勝手にツアーを企画しております。丸1、ロコソラーレに、お弁当を提供した飲食屋さんで飲食店で乾杯かっこ、ちなみにオーナーさんはカズタミ、カーギリング体験しようがしたいな。でかっこ3、丸3か、
吉田千奈美さんのネッツトヨタに行こう、丸4ロコ行きつけの焼肉屋さんに行こう、丸5ロコソラーレで関係ないけど回転寿司人気の本店トリトンに行こうなどなど、万が一、北見に来ることがあったらぜひということで、ありがとうございます。名前呼んでもいいよさそうかな、トニーさんですね、ありがとうございます。でこの方はその北見っていうカーリングの町に住まれてるみたいなんですけど、僕が風さん、結構趣味あるんですよ、僕自分で言うのもなんなんですけど、結構趣味があって、そのうちワンオブゼムがですね藤井風さんなんですけど、もう一つに僕カーリング見んのめっちゃ好きなんですね。カーリング皆さん見たことあります？もう風さんの話じゃなくて申し訳ないんだけども、今もですねミックスダブルスの日本選手権がやってて、ちょくちょく YouTube で見てるんですけど、この方はその北見出身ってことですね、ロコソラーレのですねお話をしてくださいました、ありがとうございます。いやー行きたいですね、ちょっと貯金して北見に行きたいなというふうに思ってますし、そうですね本当に行けたら嬉しいなぁ思ってます。はい、あとですね一番僕今興味あるのが、なんかロコソラーレがですねロコソラーレ監修のカップ麺みたいなのを作った、焼きそばかな、焼きそばみたいなのを作ったらしくて、それが北海道限定でしか買えないんですよね。これね去年とかだったらね僕、3回も4回も北海道行ってましたから買えたんですけど、今年はねちょっと今の時点では行く予定がなくてですね、どうしようかなっていうふうに思っておりますので、ぜひね北海道住みの人は僕の家に送ってくれたら嬉しいです。はい、嘘ですはい、というわけで、本日も、お便り2通と藤井風さんについてですねお話しさせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。ちょっとね生配信とかもなんかしたいなとは思うんですけど、何かこうお題がない限りこうしにくいなっていうのが僕の現状というか、なので何かこう、生配信の企画で見たいこととか、YouTube の動画で聞きたいこととか、あとはラジオでねこんなことを取り扱ってほしいみたいなのがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいです。あと重ねてのお願いで申し訳ないんですが、ラジオのお便りですね、多分風16 at gmail にですね送っていただければ嬉しいなと、普通お便りで大丈夫なので、はい、よろしくお願いいたします。で最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。もしよろしければですね、ぜひチャンネル登録高評価まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。とりあえずパナスタ、ネットフリ公開に向けてですね、何かあれば動画出していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画もしくは生配信とかでお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。